こんにちは、ブルーホースです。ということで、桃鉄100年目に破産する社長をやっていきたいと思います。4月9年目でございますね。ということで、新学期、落語いねか、新幹線カードを使って、早速だけど、これはまさか、行くぜ、ベイビー。あ、行かないんかい、ギリギリか。早く潰れろよ、生ハーゲン。お前の力にかかってんだから、なんでお前10億も持ってんだよ。そうですよ、前回、決算で。こいつなんか、6機種も2倍の数持ってんのか。お、いいね。キエーバチョーン。おっしゃ、3枚。これで、よっしゃ。借金まみれ生活、まっしぐら行ってきてくださいよ。頼みますよ。絶好調。いいですね。ナイスですね。そっか、絶好調カード手に入れちゃったね。絶好調カードたまんなくいいよね。マジで。あ、でもさ、いつも俺のカード奪ってくの。絶好調とはよ、お前憎しみだかんな。マジでぶち殺す。はい、無駄のターンを使いましたね。そうやって人の金頼って生きてるからそういうことになるので、ざまみろ。5と、あーでも5か、あれちょっと待って、ちょっと待ってね、12、あーじゃあ普通に進んでいきましょう。うわ、普通に進んだらこういうことが起こるんですよね。カードをプレゼントします。どうぞ。ロイヤル EX が欲しかった。豪速球が、そう、なんか、あ、やった、700万も増えてる。そして100億取った。ありがとうございます。社員の皆さんからプレゼントがあるそうですよ。シュッきたー。このカードたまに、あれ何、温泉にぶっ飛ばしてくれる。マジでなんかさ、温泉旅館とかはさ、あ、持ちきれねえのか。他の社長を叩き割ることができます。うわ、こうなって特急だよね。もったいないけどな、自腹で買ったやつだからな。さ、うおー、楽はいねか、新幹線カードでー。待って、距離的に俺の方に近づいてこれるとかじゃない。あ、大丈夫。お、来た。え、違う、またかよ、また隣かよ。お前ギリギリ粘んな、本当に。ボンビーちょっと相撲心、8000万借金は、あ、そっか、金だけはいっぱい持ってんだった。金だけはいっぱいあるんだって。あ、お前絶対にぶち殺す。お前ビリだからってもう容赦しねえ。なんなん、2割ずつパクってくやつって。ありえねえだろう。とりあえず1出そう。はい、お前につけてやる。もう容赦しない。お前にボンビーつける。腹立つ。もうそんな関係ねえよ。お前2割ずつパクってくって、お前容器費よりも立ち悪いからな。クソが、本当に。まあ、容器費はさ、なんかたまたまあの運がいいみたいなのあったけどさ、たまたま運がいいとか、いろんな人から支援をもらったんだけど、あくつまに俺ばっかターゲットにして狙ってきてんじゃねえか。配信やろうか、茶屋街。はい。西川県ですね。石川県ってあんまりこういった、富山に最近ね、5年前くらいに、氷見に行ったとかっていうのはあるけどさ、ちなみに、うわー、さすが新宿でございますね。バスターミナルすげえな。いつかでも、あ、だからこれ、毎年の決算で収益を得ていくことによって、ここでちょっと金をボコッと貯めていくみたいな、そういうのを狙っていかなきゃいけないって感じだよね。言うて、だってまだ10分の1も終わってないからさ、お前またじわじわ復活してきやがったな、陽気費。でも3100万か、大した額じゃないな、俺の8400万と比べたらな。泣く子はいねえかって、あ、はこれなんか、誰かに近づくってできるんだったっけ。おいマジかよ、こんな隣に来るなんて。ようこそベリーマッチ。こいつ何するんだったっけ。結局金奪うの、それとも物件をボコボコにするの、どうなの、何するんだこいつは。正体もわからないまま、ナグゴはいねえかつってさ、脅かされてるんだけど。おお、いいね、陽気費、そう、陽気費、そういうことをしないと。でもね、今ね、陽気費よりもお前の金持ってんだよ。ってことはさ、お前マジでただの残酷な天使のテーズだからな。飛んでいけ、プッ。あ、いやー、ザーバービル、そんなな、えぐいことばっかやってっからね。早く逃げないと。新幹線つか、あー、全然逃げれない、マジか。やばいよ。これどうにかなる。あ、よし、リニアカードで一気に逃げたいところだけど、これなんか、こういう時に限ってなんかさ、こいつ、うおーってなんかなりそうなんだよな、ね、泣く子がいねえか。今、新幹線カードでぐるぐる回る。よし、通り過ぎろ。そして、なんでだよ。はあ、なんで俺ばっかりこんな目に遭うんだよ。
はぐんじゃねえよ、持ち金半分だと大した額持ってなくてよかった、バーカバーカ、もう本当にあの小学生みたいなことしか言えなくなってる。そう、あなるほど、今金を一番持ってるやつから奪っていくっていうことなのね。もう絶好調カードマジでいいな、俺も手に入れたらこいつから奪い続けよう。そのあの1位とかってあのそんな欲は言わない、雷神社長ってもう指名でどん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 奪っていきたいと思いますんで、はい、あ折り返し運転、はい、もうお前なんかにもうあのあれですよ、もうずーっとつけといてやっからよ、覚悟しろよ。マジで腹立つわ。最終か、あ悲しい、あ悪行30回めでたくないのお小遣いを買う、は今丸坊主カード丸坊主だっけ、手に入れたらこいつに使って、ちょなんか、勝手になんかリニア8、今8かな、いやでもちょっと待って今は25、あでも容器費も地味に近いのか、俺と比べて大した差がないもんな。まあ、特急でじわじわ行きましょう。お、これはいい数字じゃないか。12、3、4、5、6。で、果たしてどうなる ?2。高岡はでも持ってんだよな。でもこっちか。でもやっぱり高岡か。久々に会いたいぜ、高岡ちゃん。元気かな。でも結婚したって聞いたからな。素敵な旦那様がいるところに私は手を出さないです。まあ別に独身だからで手を出す気はないけどな。もう俺だけが泣いたんですよなあ、本当にもう絶対これあの裏でコンピューターを操作してんだよ。ちって本当に、でも買えもどんどん買えいなり寿司、そう俺のいなり寿司でもパクパク食うかおめえ、容器費よ、美味しいぞきっと、あのちゃんと今ならあのおけけかな。はあ、また俺から奪っていくのかよ、本当にもう後ろでお尻にタケコプター積んで、もうそんなところでブルブル振動してたらもう気持ちよくてたまらんチキショーってなっちまうだろうが、もうそんな性癖ないけどさ、そこを開発したことなんかないからわかんないけどさ、もうありえねえわ、もう一つ一つがありえねえわ。あと6マスかどうしようかな、特急でも今別にあの脅威があるわけじゃないからサイコロでくるっと6を出してまいりましょう。5かギリギリたどり着かねえな、1出してくれ降臨棒、5000万、あでもこれはちょっとあれだな、そっかでも1ドステに入るから、これでいいや、オッケーよし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 、2億は買えないからね、はいオッケー、9100万、そうなんですよ。でトピック来てくださいよ、勘弁してくださいよ、めちゃめちゃ買いますやん。アイス工場、どんなアイス売ってんのかな、トウモロコシね、トウモロコシうちの子も大好きですよ。 あの 甘くていいね、あの野菜ってなかなかないけど、まあ、ちょっと糖質高めだからカロリー気にしなきゃいけないのがあれなんだけどさ、ということでさ、ぐるぐる回ってさ、あとこいつ何マスでこっちに来るんだろうな。まあでもまだギリギリ特急周囲を使ったところですぐにたどり着くことはできないと思うので、はい、うわこいつ一気に20億持ってやがんのか、おっしゃさよならバイバイ、特急周遊2枚ともいいねいいね、人に悪行ばっかりやってるからそういうことになるんですよ。あ企業に、はい、我が社の発祥の地といえばどこだったでしょう、あどうしようかな、生まれの地なのか、でも僕はねやっぱりね、ちょ僕はやっぱりね、あの育ち故郷の吹田ですよ。ありがとう吹田の皆さん、特急周遊たまには吹田 OK です、スイタの買収しに行きます、まずはここでゴールしてからね、やったからったった、あーいいね着物美人たまらん畜生ですね、いやーそのはだけた襟からねちょっと手を突っ込んでみてね、よってはないかよってはないかってくる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 やってみたいでございますね。5億5000万、どんどんお金が高くなってきた。さあ2連続で一気に6000万ゲット、ちょ 6億9000万ですね、容器費、あいいですね容器費についた、オッケー、じゃあここで目的地がなんとスイタでございます、ひたちなかネモフィラー、ひたちなかか、一気に親近感の湧く町になりましたね。なぜかというとおかんの故郷なんだよな、おかんの故郷が茨城県なんだよな、うん、ということで、一気にまとめて買いましょう。東茶屋街は買えないけどな、さすがにな、残念だけど、はい、9100万、いっけ、3億5000万、いいですね。ということで星飛びカードでボンボン飛んでいきましょう。どこに飛んで、あでもぶっ飛びとかも、でも星飛びがなくなってからの方がいいかな、やっぱりマス目があるから分かるか分かってないかっていうところがあるからな、ってことです。これで潜在地区とか出されてから、よしただ単にあのあれだね、あのエントリー料が取られるだけで終わりましたね。借金生活、そうやって、そうだよお前、持ち金を遠慮しないでボコボコ買うからそういうことになるんだよ、本当に身の丈に合った生活を仕上がれって縮小って。さあ容器費がいっぱい買ってるね、おーおーおー笑い工業、うん、
そう、消防車工場もあるんだ。なんだ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 、てってけてーが現れた。陽気車長と目的があと8マス近いのに、ブロークスの目的36だ。遠い遠い場所に。おお、やった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 、はい、5、6。なんでやねん、大岡残念、自力だから、てってけてー、ドゥンダカドゥンダカドゥンタッタッタ、トシトービーでどんどん近づきましょう。さあ、どこまで行くかな。おすすめのカードリバーどこですか。うわ、どこも遠いな。これだったらあんまり使うのと変わんねえんだよな。まあいや、でもまあ11マス近づくんだからこれで行きましょう。あのボンビーがつくのだけは勘弁したいというところだからね。おーっと、ちょっと待って、今ちょっと待って待って、ウルルと特急カードが1枚とリニアカードが1枚か。だと、あ、違う、特急周遊があるのか。特急周遊があるんだから今手持ちで手に入れておく必要はなさそうだから、よし、じゃあ、こう、よし、 OK、 9100万、ゲッチュータラッタ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 、 I love it。でもこいつ、あれ？なんか、普通のカードしか振れないよね。よし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 。しかも借金生活しろよな。ウルリン、ウルリン、そうだよね。あの、ちょっとでも、あの、売らないと、お前手持ちカードがないからな。未だに奥もないような雑魚貧乏人がこの野郎。ということで、はい、くる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 回ってて、ああ、それでも5000円を稼ごうとするのね。ちょっとでもなんか物件買いに行ったらいいのにね。そんなもったいないことしてるんだろう。ちょ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 。ということで、一気にリニアカードで近づいていきましょう。ダーン、てってちょ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 。お、これで、ね、28、ああ、ちょっと待って。28マスなんだけど、これでちょっとぐるっと回ったら、ひたちなかの方に行けるんじゃないか。茨城県の上の方ですね。うわ、ギリギリ行くことができないか。じゃあなんか、こうちょっとまとめて、物件を買うことは沼田。沼田はあれだね、あの、ストーカーの男の名字だね。あ、どっちの方がいいのかな。アンズちゃんですね。あの、推定 F カップのアンズちゃんだらけですね。あ、でもここに行くかな。そう、あの、遊戯王デュエルモンスターズに出てくるさ、アンズちゃんね、高校生なんで、あの、ダイナミックバーディーの女の子ですね。じゃあまとめ買いしましょう。じゃあ、じゃあ、じゃあ、これで、占有都市が一体どのくらいになったかな。7カ所。あ、じゃあ、あいつ変わんないじゃん。あいつ確か6件くらい持ってたよな。あ、変わんねえじゃん。マジか。うわ、全然ダメだね。ということで、さあ、11月。そっか、これ、あの、借金生活になるから、こいつ、あー、どんどん、目的地から離れていくんち。お、じゃあ、じゃあ、よし。キング、あの、キングっていう名前言うとさ、なんかあの、1年前くらいから入り出したさ、なんかキングとか異名をなんか取ってるやつが、なんでだよー、お前だけいつも得ばっかしやがってよ、キングになれよ、520万なんか奪ったところでこいつ、あの、いつも引きもねえんだからよ、マジで何やってんだか、バーカってあれが、本当にもう。よし、ということで、じゃあカードで、とりあえず特急周囲使いましょうか。ほい、じゃん、じゃん、じゃん、お、あ、13か。あ、これだったら次のターンいけるくらいの、あの、近づいてあったからよかったかもしれないですね。ということで、13だと笠間は買えないし、どうしようかな。どこで買うのがいいのかな。今ここだ。あ、ちょっと待って、一旦戻ろうか。戻って、沼田まで戻って、こっから行こうと思ってどこに行ける？ちょっと待ってね。スイッチのターン、ズンチャズンチャズンチャチャー、ズンチャズンチャズンチャチャ。しかも秋葉原ってさ、確かさ、そういうのクソだけんだよな。高いところしかないんだよな。ちょっと、シンキングタイム、あのね、これ非常に重要だからさ、前橋は、いちごもんじゃ、めちゃめちゃ甘そうだな。チチダチュー、ここもあれだな、微妙だな。品川なんか、全部だけ、総合電機メーカー。あれかな、なんかあったよね。ヨドバシカメラとかかな。ここは？あ、でもここ、あ、そっか、占有都市だから色が変わってるのか。うわ、残念な街だな。残念にしかなってないな。じゃあ、こりゃー、まあ、もう、なんかすごいことになってるってことは、会津若松行きましょうか。じゃあ、会津若松で、あべこべに行きましょう。こっち進んでったら、まあまあ、ちょっと近づいたんじゃないですか。ってことで、まとめが一目、うっけいちゃっちゃちゃ。まあ、もうちょっとで決算の月だからね。よし、じゃあ、やめましょう。これで、OK、9100万。さあ、トピック来い、トピック。1月、あと3ターンですね。トピック来いよ。カモン、トピック。ついにあれだね、借金生活を追いたくないからって、か粘り粘っててね、もう、この3ターンくらいマジで無駄なターンを過ごしまくってる気がするんだけど。で、相変わらずの大阪から抜け出す気のない、なんでお前このターンであれなの？やっぱりあれか、コンピューターレベルが微妙だからか、あー、これだったら初めからマックスにしとくべきだったかもしれないですね。いや、ごめんなさいね、本当に。ちょっとチキってしまったわ。こんなに、あの、ぶっちぎりって1位を行くことができるんだったら、あの、初めからなんかもうちょっと頑張ってみたかったね。はい、まあ、そんなことも言いながら、ドン！おめでとうさん、茨城県ひたちなか市へようこそ。水戸も近いよ。多分電車で30分くらいの距離、30分じゃあ車で30分くらいか。電車だったらもっと近いかもしれないですね。はい、ということで、水戸ライナーゲットベビー、メルカリに売るぜ。オッケー、何を？なんか急にわけ、ちょっとあのね、
急に頭が回らなくなると本当にね、あの心の底からわけのわからないことばっかりベラ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 喋りまくるからね。ということで、ひでん、じゃあ大分のひたですね。大分、急に遠いところに行ったな。大阪からでも結構遠いぞ。大分出身の人がですね、あの会社にいてですね、これ買えるじゃん。あ、でも10億足りないのか。足りなくなるよ。そうだよな、そうだよな、総合電機メーカー、ここの総合電機メーカー、北品の総合電機メーカーってどこだ、ケーズ電機かな。お、これはよし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 、柔らかいフランスパンが来て群馬県行くだけでも価値がありそうで3100、あー大した額じゃなかったな。なんかあれさっきまでなんかさ7000万とか8000万とかくれたのトピックがあった時になんか急にしょぼくなったな。これ黄色カード、特急カード、おー、いいですね。今あのこいつらさ、俺に対してさ攻撃することのできるカードが1枚もないから本当にあのマジでドン巻いてくる。ちなみにですね、あの堺にある回転寿司はあれですよ、あのくら寿司だからね、うん、あのくら寿司の回転寿司で、吹田にあのあれです、あのフード&ライフカンパニーズっていうね、あのあれです、あれ、あればっかり言ってる、あの寿司ローがあるところですね。はい、よし、じゃあ行こう。おー、いいね、サタ、16、狂気のサタじゃねえぜ。タタ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 タ、これは下手したらあのあと2ターンか3ターンくらいでゴールにたどり着くことができるかもしれないということで、サタってこう本当に走る。あー、1個なくなっちゃいましたね。まあそんなことはまあ気にしないで、ダビングカード、ダビングカード、これいいぞ、これはね買っとこう。ダビングカードを買って豪速機ぶっ飛び手特急、あ、特急、あ、これさ星飛びとさ特急をさダビングしとったらいいんじゃないか。オッケー、いいですね。でこれでポイントで、ポイントが3900万分あるから、次から4000万円分のやつが買えると。ああ、いいですね、ナイスですね。これはもうぶっちぎって一応トピックスです。なんだ、いやもう全然自分に関係ないところが、あ、何、新しいカード売り場ができましたってことか。1971年西日暮里駅以来の新しい駅、高輪ゲートウェイ。まだ開業したばかりのカードしか売ってますが、なかなかのカード売ってます。あー、なかなかのカード売ってるんだったらあれだね、ちょっと星飛びカードとかであのぜひたどり着いてみたいところですね。買うことができないね。挑戦はお前あれだよ、男をはべらかしすぎたせいでな、本当にもう貧乏になっちゃった。おー、なんだ、あー、あー、なんだ、ボンビーミになっちゃったって。で、ダビングカードで、カードを増やしましょう。で、星飛びをまず増やします。OK、ダビングして、で、もう一枚カード手に入れて、で、さらにダビングします。で、ダビングで、特急周遊を増やします。ロイヤル EX とかあれば最高なんだけどね。まあ、さすがにちょっとそこまで持ってないから、まあ、贅沢は言えないけど。これ特急周遊、ぐる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 。あ、OK、いいですね、いいですね。ちょっと待って、14だったらどこまで近づくことができる？ヘコリプターは、あ、くるめ、あ、そうか、今、あれだもんな。超絶貧乏人だからな。オッケー、じゃあここまでたどり着きましょう。ちょっとちょちょちょ、オッケー、カードは手に入る。星飛び、あ、星飛びカードか。あ、でもカードをこれ以上持つことができません。星飛びはでも周遊が今2枚あるから、星、あ、でもな、売ったら高いんだよなきっとな。うーん、特急カードと比べたら特急周遊が2枚あるから、ちょっと小銭稼ぎようということで、一旦こいつ捨てましょう。星飛び確か2億くらいだ、2億だったから多分4分の1で7500万くらい手に入るはずだからね。というわけで決算 OK です。はい、ということで決算発表しましょう。キャスターです。今年度の収益額の順位を発表しまーす。27億一気に差が開きましたな。さあ続いて最終的な順位を発表します。ライジン、おお、一気に3倍以上の差がつきましたな。ヨキヒちゃん、あなた私のこと大きいありますということで、はい、ごちそうさまです。いいですね、発展記録ということで、いよいよ来年あれですね、10分の1がようやく終わるというところで、もう結構な体力使っているよこの実況に。はい、ということで今回も動画ご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、記念すべき10年目、お見逃しなく。